皆さんこんばんは。今日はルームツアーをやっていきたいと思います。チーム事情によって部屋を1回移動したんですけど、約2週間経ってちょっと生活感が出てきたので、やっていこうと思います。はい、まあ見せれるとか見せてって感じで、緩くやっていくんでよろしくお願いします。はい、まずは玄関です。ここはこう土足でいつも入ってるんですけど、まあここに靴あるんですけど、まあ、ちょっと撮影ってことで少し整えましたけど、いつもはここだけ靴で入ってます。でここに脱いでって感じで、でこの靴が外靴で、ナイキも外靴で、テンシャルのスリッパも外靴で、この一番右の端は、前の人が置いてったんで、なんか捨てるのもあれやなと思って置いてるんですけど、はい、使ってはないです。こう今裸足が靴下なんですけど、来た時もやったんですけど、週1で掃除をしています。はい、でこんな感じですね。これは一応まあ自分が写ってるということで飾ってます。でここにまあカバンと、まあ、ダウンとかかけたりしますね。はい、次はキッチンです。キッチンはそうですね、広いですね。あ、これはちょっとあのここにいつも洗ったやつ置いてますね。まあさすがに動画撮るから洗いましたけど、こんな感じでやってます。でまあバナナ、練習の時のバナナと炊飯器んでゴミ箱、これ水ですね、必需品ですね。水ないとやっぱりダメなんで、でアボカドとニンニクとリンゴで、こいつらたちですね。あ、このガーリックがバカうまくて、で塩とピザがあったんで、これ新しく買ってみましたけど、楽しみですね。こんな感じでやってます。コンロも4つあるし、でこれがほんま舐めてたんですよ。一回温めたんですけど、で普通にこうフライパンってここいけるじゃないですか。でやってみたら思いっきりやけどして、こうね、皮はめくな、一瞬やったんでよかったですけど、ほんま油断してたらいかれましたね。熱かったです。でこれオーブンがもう大活躍ですね。もう肉並べて野菜切ってって感じで、でいや冷蔵庫はもうシンプルな、ちょっとなんか汚かったら嫌なんで、はい、普通にもう卵と移すか、こんな感じですね。普通のリアルな感じです。はい、この肉は焼きます。こんなリアルでやってます。これラップがなくて、こんな感じでやってます。あ、そう、これ締まり悪いんで、しっかりこうここで終わっちゃうんで、しっかり行かないといけないっていう。こんな感じですね、キッチンは。はい、でこっからがリビングルームになります。テレビがこれ何ぐらいあるんやろ。テレビバカでかないですか。でここで、Netflix とかで YouTube とか見てます。でソファーもこんな感じですね。再現しましょうか。再現するともうこんな感じですね、テレビ見て。でこんなんしたりで、肩幅広いんでサイドがずっと広いんで、しんどい時はもうこっちに寝転がってますね。こうして OK、こう寝転んでますね。でリカバリーのやつ決まってるんですけど、やるときはここでやってますね。いやソファーがいい感じ、マジでソファーはマジでいいね。まあ日本はこたつがありますけどね。そうですね、これが勉強机とご飯食べる机ですね。なんか配置変えてこのテレビで見た方がいいと思うんですけど、見るときはよくここで食べる、ご飯食べるときはよく、V リーグのハイライトを見ています。で英語の勉強もここでしてって感じですね。でこれが、ね、ドアを押さえてくれるやつで、めっちゃ重い、意外と重いっていうな感じかな。ソファーがとりあえずいいっすね。はい、んで次は洗面所か、洗面所とお風呂。これ朝シャワー浴びたってタオル干してるんですけど、こんな感じで
ってます。歯ブラシ、歯磨き粉はまだ日本から持ってきたやつを使ってるんですけど、歯間ブラシも毎日絶対やってますね。ボタニスタの何、ヘアオイルも、あと化粧水と、でこんな感じですね。でちょっと一つやっぱ日本いいなっていうのは、こう流れないですよ、トイレットペーパーが。国によるんですけど、ルーマニアはだからウォシュレットとかやっぱり最高ですよ本当に。そこぐらいですかね、トイレではウォシュレット最高です。でここが寝室ですね、こんな感じです。このベッドの上に乗ってるのが、リカバリーしてるやつで、こう練習前後には必ずやっていますね。であとこうこんな感じでキャンドルを置いて、電気より優しいので目に優しいので使ってます。でこれまだこう直し方分かってないんで、温度とか、湿度は測れてると思うんでやってます。テレビあるってすごないですか。うん、でこう綺麗になってますけどね、あの撮影入ってるんで、はい。ね、ここ開けたら洗濯です。こんな洗濯ある？最初まず手こずりましたけどね。今入ってるんですけど、ここでロックして閉めないといけなくて、最初もうこのままロックできない状態でやってて、もうなんかこれオン入ったらロックかなるんですけど、もう苦戦しましたね。30分ぐらい開かへんし、ロックかかってるしみたいな感じですね。別に特にないですけど、こんな感じですね。はい、こんな感じです。もうそれが普通なんですけど、まあ少しね、いつも通りではないですけどね、少し整えましたけど、こんな感じでやってますね。不便なところはこの部屋で特にないですね。ちょっとこう本格的に寒くなってきて、朝と夜が冷え込むんで不便ではないですけど、まあ、そこが寒いなっていうのはありますけど、あと日本のウォシュレット最強と、まあ、テレビでかいのはもう嬉しいですし、特にないですね。別に騒音とかこのうるさいとかはないんですけど、あ、この前あれなんですよ、あ、昨日か1時ぐらいにバンバンバンって銃声かなと思ったんですけど、ちょっと花火上がってて、あっちで1時ですよ、深夜の。マジびっくりしましたね。はい、そんな感じですね。特にルームツアー何もなさすぎて、なんかすいませんですけど、こんな感じでやってます。元気にやってます。はい、またこうなんかあればやっていこうと思うんで、まあ自分のペースで、はい、やっていこうと思ってます。また、まあ、この状態で綺麗な状態でこう継続してやっていけるように綺麗に使わせていただきたいと思います。あ、これつけてるのは最後にちょっと説明させてください。音声が拾いにくいかなと思ってヘッドホンでやらせていただきました。以上です。じゃあオーブントースター使って、鶏肉とニンニクを食べて、来週の試合続きますので、まあ、体調寒くなって季節の変わり目はこう風邪とか引きやすいと思うんで、まあ体調には気をつけて頑張ります。またチャオ。はい、かれこれ30分待ってオーブン出来上がりました。こんな感じです。いつもこんな感じで食べてます。ネタフリ見ながら食べるんで、ではいただきます。